ペネロピ、アリス・ウィルトンは、イギリスの女優。日本では、ペネロープと発音されるが、実際の発音はペネロピ。イングランド・ノース・ヨークシャーのスカーブラ出身。父親は、実業家。母親は、元女優、タップダンサーだった。おじやおば、いとこも俳優だった。1965年から1968年まで、ロンドン芸術大学。 セントラルセント・マーチンズ参加のドラマセンターロンドンで演劇を学び、1969年に舞台で女優デビューした。映画、フランス軍中尉の女や、マリーゴールドホテルで会いましょう。マリーゴールドホテル幸せへの第2章、テレビドラマ、ダウントン・アビーなどで知られ、マリーゴールドホテルで会いましょうでは、高い評価を受けた。2015年、テイクン・アット・ミッドナイトで、 ローレンス・オリビエ賞最優秀主演女優賞を受賞した。1975年から1984年まで俳優のダニエル・マッセイと1991年から2001年まで俳優のヤン・ホルムと結婚していた。2004年に OBE、2016年にドビーを授与された。2016年公開のアメリカ映画 BFG ビッグフレンドリージャイアントでは イギリス児童文学作品を原作とした架空のファンタジー映画ではあるものの実在の人物であるイギリス女王エリザベスに制約を演じた。ありがとうございます。